Thank you.
名曲リサイタルサロンにようこそお越しくださいました。ナビゲーターの八代恵子です。どうぞよろしくお願いいたします。3月以降このコンサートシリーズも延期となっておりまして、本当に久しぶりのこの生のホールでのコンサートということで、私も本当に感激しております。こちらの芸術劇場だけではなくって、日本全国の、世界中のさまざまなコンサートが中止や延期に追い込まれてしまっていまして、本当に音楽ファンとしては寂しい限りであります。で、こんな時こそ音楽を聴きたいと、そんな気持ちを込めて本日はお送りしたいと思います。それでは改めてご紹介いたしましょう。本日は日本を代表するヴィルトゥオーゾピアニストのお一人、若林明さんをお迎えしております。若林さんどうぞ。改めてよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今日はステージの上でも、ソーシャルディスタンスということでよろしくお願いいたします。さて若林さん、コロナ明けということで今回のこのコンサートは、大ホールでのコンサートライブは初めてということ。そうですね、コンサートっていうのは初めてで、ホールでビデオ撮影とかそういうのはしたんですが、コンサート自体は初めてですね。どうでしょうか、改めてこちらのステージに立たれてお気持ちはいかがでしょう。はい、とても嬉しい気持ちと、あと本当によくおいでくださいまして本当にありがとうございます。コロナでステイホーム期間中はどのように過ごされていたんですか。そうですね、あまり変わり映えがないといいますか、練習をより落ち着いてやったとか、はい、あまりコンサートに追われることのない練習で、いろいろレパートリーを広げたりとかね、そういうような感じのことはしてましたですけど。じゃあその一人時間をピアノをさらにこう豊かにされるお時間にされたということなんですね。今回のこのコンサートのプログラム、聴きどころについてはいかがでしょうか。はい、今回そのすごく名曲ということで、すごく有名な曲ばかりを揃えまして、非常にその表情というか、歌心あふれるような曲、またはそのいろんな踊りとか祭りとか、そういうその楽しげないろんなキャラクターが盛り込まれたような曲を選ばせていただきました。もうこんな時だからこそ皆さんに楽しんでいただきたいですよね。そうですね、はい、それでは Thank you.
Thank you.
構成されていて、なんかいろんな感情を揺さぶられて、非常に楽しませていただいております。ありがとうございます。あ、すいません、汗を拭いながら恐縮ですけれども、ちょっとプライベートなことをお伺いしてよろしいですか。さらに汗をかかないように質問をしたいと思いますが、奥様はバイオリニストの鈴木理恵子さんでいらっしゃる、皆さんご存知かと思いますけれども、お二人でのデュオの活動などもされているわけですが、ご自宅ではどのように過ごされているんですか。朝起きてまず練習みたいな感じなんですか。そうですね、やっぱり練習が基本で、もちろん一人の練習と合わせの練習、デュオの練習というのを細かく積み重ねるというような感じですね。このステイホーム期間中はお二人ではどのように過ごされていたんですか。そうですね、やっぱり練習研究、あといろんな、そうですね、今まで見なかったようなテレビ番組とか、いろいろ見る機会、またいろいろ見聞を広めるとかね、そういうようなことは、とてもちょっと変わったことかなと思います。ありがとうございます。すいません、これ以上聞くとまた汗が出てきてしまうかもしれませんので、この辺りにしておきますありがとうございました。それでは